皆さんこんにちは。今回は対角交換振り飛車をやっていきます。相手の方は取ってきて、まあ、こっちは地下鉄飛車で行ってみようと思います。で相手の方は、まあ、銀とか上がらずに囲ってくる。まあ今時というか最近の角交換振り飛車は結構この銀を上がらないのが主流な気がしますね。で後で上がるみたいな。でまあこれ今序盤戦なんですけど、一番最初の序盤戦なんですけど、まあ、序盤戦は、まあ、基本的には自分の陣形が完成するまでは戦いを起こさないのが、まあ、基本ですね。まあ、自分の攻撃陣、右側と、まあ、居飛車の場合は右側と守り陣というか、囲い、左側をこう、整えていって、っていうのが、まあ、序盤ですね。で、こっちは、まあ、この銀を出て、桂を跳ねて、この歩をついて相手の玉頭を狙っていくっていうのが、まあ、この陣形の完成形。まあ、自分が今思い描いてる完成形なので、まあ、そこを目指して指してる感じです。で相手の方はもうそろそろ、囲いもできてきたので、戦いを起こそうかなって感じですね。歩をついて、まあ、銀交換して、戦いを起こそうかなっていう感じだと思います。歩をついてきて、まあ、歩をつく銀出るもあるかな。歩をつく、まあ、銀出るとか歩をつくとかで、まあ、例えば歩をついてきて、同銀なら、相手の方銀持ってるんで、ここに銀を捨てる手があって、同金って取らせて、ここに角打てば飛車金、両取りで、まあそれで金が取れる形なので、まあ相手の方としては形勢良さそうみたいな手もありましたね。また相手の方はまあ飛車回って、まあ確かに今飛車ちょっと使えてなかったところがあったんで、4筋回って、こう4筋から攻めてくる手を見せてきたので、まあこっちは4筋回って受けておく感じですね。こっちはまだ陣形が完成してないので、陣形が完成してない状態で戦いを起こされると、まあ、厳しいというか、相手が陣形完成してて、こっちが陣形完成してないので、まあその状態で戦いを起こされると、まあこっちが不利なので、まあこちらはできるだけ相手に戦いを起こされないように、こう進めていく必要がありますね。なんでこう飛車回ってきた手に飛車を回って、こう相手から歩をついてくる仕掛けをなくしておき、置くっていう感じですね。おきゅって言っちゃった。これまあ、飛車こっちに回ってっていう手もあるんですけど、まあ、飛車回ったら多分その瞬間に歩ついたりして仕掛けてくるっていうことだと思います。ただまあ、大丈夫な気もするんで、まあ、こっちもある程度陣形は整ってきたんで、飛車回って。で、あとまあ、こっちもこうやって反撃する筋があるんで、っていう感じですね。ただ相手の方はまあ、戦いを起こすっていうよりかは、まあ、こんな感じで銀冠に組み替えて陣形を整える感じですね。で、こっちはま、この歩を手持ちにできたことを満足して、飛車を回っておきます。一歩持つと歩をついて同歩に歩を打って、桂頭を攻めるっていう手があるので、これ今すぐ行っちゃう手もかなりありそう。歩をついて同歩なら歩、歩をついてきて歩成りで、歩成りなら一回同金って取っておけば、こっちだけと金が残る形なので、なんで、歩ついたら金上がってくると思うんですけど、歩取って同金で角打って金取りにして、その金取りが結構浮きにくいような気がするんですけど、浮きにくそう。行ってみよう。同歩なら歩ですね。で、まあ、このあたりから駒がぶつかってきたんで中盤戦ですね。中盤戦は基本的に駒得することと、まあ、相手陣を突破する、相手陣になり駒を作ることを目標に指していきます。で、まあ、どうやったらその駒得とか、相手陣になり駒とかできるかっていう話なんですけど、やっぱり相手の弱いところを狙うのが一番大事ですね。で、今回相手の一番弱いところがどこかっていうと、やっぱりこの桂馬の頭はすごい弱点になりやすくて、今回もこう何も守ってないので、こう弱点になりやすいので、まあそこを攻めていってるっていう感じですね。で、これ同歩って取ると、歩打って、まあ、相手の桂馬が取れるので、そうですね、金上がってくるのが自然なんですけど、これ取って同期に角が痛い気がしますね。これが金取りなんですけど、分かってても結構受けにくくて、金逃げると、歩を打って桂馬を取りに行く手がありますし、角を打つと、同角なり同飛車でもう一回角を打てば、こう飛車と金の串刺しみたいになるんで、結構この金取りが受けにくいですね。まあ、こんな感じで、まあ、中盤相手の弱点を狙って攻めていくと、まあ、敵陣を突破しやすいですね。ただまあ、これ、なんていうんですかね、こう相手の
弱点を攻めていったんですけど、こっちの弱点もこの系統で、相手が歩を持っているんで、次こっちの弱点の系統に歩を打ってくる攻めもあるんで、まあ油断はできないというか、まあ、相手から攻めてくる手もあるんで、それがどうなってるかって感じですね、形勢的には。ああ、金まっすぐ出て。なるほど。歩打ったら歩打ってきてって感じですね、多分。ただ、その進行は、こっちもまずまずじゃないかなと思うので、歩打ちます。で、歩打ってくると思うんですけど、歩なって、飛車を角取りに逃げてきたら角をなっておいて。で、相手が桂馬を取ってきても、同金って取れば、こう、相手は、と金が残らないんですよね。ただ、こっちはと金が残る形なので、そう、と金が残る分、こっちがいいかなと思います。次に歩を成って、と金を寄って、と金を寄っていけば、飛車も積む形ですし、結構こっちの攻めもわかりやすいので。で、これ歩をついてきて、同銀なら、同銀同銀みたいな感じで、銀を交換して、戦いを起こそうっていう感じなんですけど、こっちとしては、こう、次に歩を成って、と金を寄せていって飛車を取るっていう確実な攻めがあるので、これを間に合わせたいんですよね。で、これを間に合わせたいんで、まあ、できるだけこう、あんまり激しい戦いにしたくないというか、ゆっくりした戦いにして、この歩を成って、と金を寄せていくっていう攻めを間に合わせたいんですけど、銀交換して、こう、駒を交換しちゃうと、ここでこう、銀を出て、同銀同銀みたいな感じで、駒交換しちゃうと、激しい戦いになりやすいので、ここは引いて我慢しときたいと思います。で、とにかくこの歩成りからの攻めを間に合わす感じですね。で、まあ、角、相手の方角歩持ってるんで、まあその角と歩を使ってどう暴れてくるかっていう。まあ相手の方としてはこの桂馬取ってと金寄ってくる手が間に合っちゃうと負けるので、この瞬間に攻めていかないといけないんですけど、結構その攻めも、その攻めてくる手も難しいかなっていう気はします。で、歩になって。あ、でもこれ桂馬取らずに金出てくるんかな。あ、まあ今金出てくる手もありましたね。歩成りには同金で取っておきます。これで次にまあこっちはとにかくと金寄ってと金寄ってっていう飛車を取りに行く手を間に合わす感じですね。で相手の方はそれを間に合わせると、間に合わされると困るので、桂馬を跳ねて、とにかく、駒をぶつけて攻めてきてるんですけど、まあ、これどっちかな、同桂同歩。同桂同歩もあるし、まあ、単にと金を寄る手もあるんですけど、まあ、普通は、まあ、寄るかな。同桂同歩だと、次にこう、ここに金取りに桂馬を打ってくる手があって、この歩がこう伸びてると、金逃げた時にこう、なんか桂馬に、この歩が紐をつけてる意味があるので、ちょっと歩が伸びてる方が、相手の攻撃力が上がってる気がするので、まあ、と金寄って、飛車を取りに行きます。おー、なるほど。あ、それすごい手ですね。なるほど。と金寄った時に飛車を逃げる場所を作ったってことですね。なるほど、そうか。それはシンプルに見えてなかったんですけど、まあ、一回寄って、で、もう一回寄って、で、まあ、馬引くかな。これで次、と金寄る手と、あ、と金引く手と、金取りを見せて、攻めていきます。ただ、相手の方も、こう、7筋に飛車が回ってきたんで、どっかでここの歩をついて、暴れてこようっていうことだと思いますね。こっちはその展開も気をつけつつ。まあ、こっちの玉って、こう、右側にも逃げ道があるというか、右側に逃げていく、逃げ道があるんで、まあ相手がこう、こんな感じで7筋から攻めてくるんですけど、いいタイミングでこう右に逃げていきたいですね。これはどうしようかな。まあ一回同歩かな。一回同歩で、あ、同銀なんや。と金引くと、あ、飛車浮いた手が馬取り？あー、なるほど、そうか。と金引くと飛車浮いた手が馬取りなんですね。あー、それちょっとうっかりしたな。うん、でも、同銀同飛車って結構、裁かれてるというか、駒を使われてるんで、嫌なとこですね。歩打って同飛車で桂馬打って、飛車浮いてきたら金取って、金打ちを見せるかな。この飛車が、こう、攻めのすごい、なんていうんですかね、
攻めの土台というか、すごい働いてるので、この飛車をいじめたいんですね。まあ、この飛車をいじめると、この、なんていうんですかね、ついでにこの近くにいる王様も攻めることができそうなんで、なんかそういう展開を見せていきたいんですけど、そっか、と金引くと飛車で、そこで馬引いて王手なんですけど、銀引かれると馬取りになっちゃうんで、ちょっと歩打つか。叩きの歩。同飛車で桂馬打って。飛車逃げたら金取っといて、次にここに金打てば王手、飛車取りみたいな。ちょっとそういう筋を狙っていきたいと思います。ここに金打てば次、王手飛車なんで、それを狙っていきたい。まあ相手の方としては銀取って同歩に、桂馬取って同金に歩を打って拠点を作って攻めてくる手が自然で、まあそれ結構嫌なんですけど、おー渋い。それは渋いですね、そうか。まあ金打ちがあったんで一回受けたってことなんですけど、それは結構渋めの手なんですけど、これ金とかシンプルに打ったらどうするんやろ。ちょっと一段目に金打つって筋が悪いんですけど、同金同馬はそうです、罪ですね。で、これ金逃げる手あるんですけど、一回金寄って、これ同玉だと馬入って詰むんですよね。なんで逃げるしかないんですけど、そこでもう一回馬入るというか結構厳しそうで、まあこれ合駒するしかないんですけど、結構相手陣、窮屈な形なんで、で、あとはまあ端玉には端歩で、こう端歩を攻めて、端歩をついて攻めていきたいんですけど、ちょっとこっちの陣形も今、危ない形ではあるので、一回浮きに回るかな。まあ、取って、同飛車に銀打って、一回浮きに回ろうと思います。まあ、この地点、まあ、今、桂馬とか飛車でこの地点をすごい狙われているので、銀を打って飛車取りにしつつ、この地点を受けていきます。で、まあ、相手の方は飛車一個浮くとかかな。まあ、でも飛車一個浮くは金上がって、飛車取りにする手が一応あるか。まあ、これで飛車をいじめつつ、なんていうか、こう、この玉の上の逃げ道を塞いでる意味もあるので、やっぱりこんな感じで、こう、飛車と玉が近いと、なんですかね、飛車を攻めた手が相手の玉に迫る手にもなるので、こう、一石二鳥なんですよね、こっちからすると。だからまあ、格言でこう、玉飛接近すべからずってあるんですけど、まあそれはやっぱりこう、飛車と玉が近いと、まあ両方狙われちゃうというか、そういうところがあるんで危ないっていう感じですね。まあ本譜は結構その、なんていうんですかね、格言の意味が結構出てるというか、そういうところはあると思いますね。まあこれは取って、まあ飛車取られるわけにはいかないと思うんで、まあ飛車引くとかかな。まあでももう飛車切って勝負してくるっていう可能性はありますね。飛車逃げてるようではもう、勝負どころがなくなると見て、飛車切って、同銀に桂馬打って、攻めてくるとか、そういう手はありそう。まあでも、こっちの玉もやっぱりさっきちらっと言ったんですけど、こう右側にこう逃げていくルートがある、あって結構広いので、そんな簡単には捕まらない気がしますね。で、相手玉も結構端歩とかついて攻めていけば、危ない形なんで、これは結構いい感じになっていると思いますね。あ、切ってきましたね。やっぱりもう飛車を逃げてるようではチャンスがないと見てっていう感じですね。ただ同銀でどうしてくるか。まあ普通は桂馬ですね。桂馬打って。やっぱり守りの金銀を狙うのが一番大事なんで。あ、まあ金とか銀とか、そんな感じでこの銀を狙ってくるとは思うんですけど、銀かわすと危ないんかな。角王手にも逃げれば大丈夫そうなんで、一回かわしておきます。で、まあ、桂馬打たれたら逃げる感じかな。まあ今、金打ってきた手に銀かわさなくても、すぐ詰むとかではなかったんですけど、結構銀取って同玉に桂馬とかなると、こう、王手が続く形で気持ち悪いので、まあ一回逃げておいた方が、こっちに迫りにくいかなっていう感じですね。まあ、こっちはもう端歩突くとか、まあ、なんならと金引いてと金寄るとか、こう、確実な攻めがあるので、まあ、相手の攻めさえこう、ある程度受け止めてしまえば、勝てるというか、まあ、そういう局面なんですよね、多分。ある程度相手の
相手の攻めを受け止めさえすれば、こちらと金引きとかからのゆっくりな攻めを間に合わせて勝てるので、まあ、ここはちょっと丁寧に相手の攻めの面倒を見ていきたいところな気がしますね。ああ、桂馬打ってさらに銀を狙ってくる。もう一回逃げるとどうするんやろ。角の王手とかはまあ逃げとけば大丈夫そうなんで、もう一回逃げてみよう。うん。角の王手には玉寄って、どんどん右側に逃げていけば大丈夫そうですし、ああ、これ、同飛車って取ると、こう、今飛車でこの香車を守ってるんですけど、同飛車って取るとそれが守れなくなるので、角に打って逃げた時に、まあ香車取る手がありますね。これはここ逃げとくかな。一番王様から遠いところに逃げといて、こう迷惑のかからない場所というか、飛車が狙われにくい場所に逃げておきます。あとまあ、どっかでなんかここに角とか銀とか打つ手が、ちょっと気になってたので、飛車ここに回っておけば、それがないので、まあそういう意味でもここがいいかなっていう感じですね。これで結構もう相手の方の攻めが、なさそうな気がしますね。まああとはこっちは端歩をついて、攻めていったり、まあ飛車を打って、攻めていったり、と金を寄っていったりで、まあ、あとは、歩打って、同歩に同桂なりとかもあるかな。まあ、角は逃げます。おー、銀打ち。これは、ちょっと逃げ道を塞いでる感じですね、こっちの。次、角成りまでの詰めろなんですけど、まあ、銀で逃げ道開けるか。角成ってきたら、玉上に逃げて。歩は、同歩もあるんですけど、同歩もあるけど、銀上がって逃げ道広げた方がいいかな。銀上がって、あ、まあ、でも同歩角成り逃げる。でも馬の王手とか嫌か。銀出て、角成って、あ、でも、銀出て角成って逃げて、歩成りでと金作られるんか。まあそれ、上に逃げれば大丈夫だとは思うんですけど。まあその方がわかりやすいかな。銀出ちゃおうかな。歩成りには同玉で大丈夫ですね。おー、角なりじゃないわ。歩なり。まあ、これ同飛車もあるけど、ちょっと飛車が近づいて怖いんで、まあ、こっち逃げとこうかな。歩なりにこっち逃げて、上を目指して逃げていけば。まあ、相手の方、歩しかないんで、これはちょっと捕まらないかなっていう感じですね。まあ、金も逃げとくか。まあ、ちょっと、チキンというか、ビビりすぎな気もするんですけど、まあまあ、こういう、さっき地下鉄飛車っていう、こっち戦法で、まあ玉が薄い戦法なんですけど、こういう玉が薄い戦法はやっぱり丁寧に指す方がいいと思うので、でまあこれはまあ歩打って、同歩なら同桂なりで攻めていきます。これはまあ歩打っとくかな。でこれはもう攻め合いかな。銀取られても詰めろじゃないので、銀取られて飛車走られても、まあ歩打って同香に同玉って取っておけば詰まない形なんで、ここで歩を成って、銀取らせて、と金寄れば、これで相手玉必死なんですよね。で、香車走ってくるんですけど、歩打っておけば、まあ、こっちの玉は詰まないので、まあこれは、こっちの玉が詰まなくて、相手玉は必死なんで、勝ちですね。で、まあ相手の方は馬引いてきたんですけど、これ、と金で、王手する手があって、同玉に飛車打てば、詰みですね。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はお任せしますので、もう一本動画を見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。